こんんばは、センター試験の難問シリーズ、今日は92年度1992年度の数値の本試,です本試験です。これがね、<う>めんどくさいんですよ。ここから選ばないといけないんですよ。<laughs> 簡単そうでね、<laughs> めんどくさいんですよ。だから答えは下探せばいいだけなんで、まあ、なんとか答え出るんだけども、あの自,分自分で計算、あでも実は計算しないといけないか。意外とこれ計算がいるんですよ。じゃあ、ちょっとやってみましょう。 やりやすいと思う人もいるし、やりにくいって。私は <laughs> やりやすいと思うんやけど、普通の生徒見たらやりにくいって思うかもしれない。右の図の斜線、だから今のやつですね。えっ、ー、と、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9から、だから10個から選ぶんだけども、右の図の斜線をつけた、えっ、ー、と、領域0から9のうち、次の R から C に適する領域を選べとえっ、ー、と、あといいかな。 またもんいいね。で、一万。順番に行きますよ。7かつ9か。7かつ9。7かつ9だから、これとこれのダブリ。実際書いてみればいいですね。だから、9をこうやって書くと、で、ダブリだから、だから、ここのとこは白い。ここのとこは白くなればいいんだから、解答は1ですね。えっ、ーえー、と、解答は、 ごめんなさい7かつ9かごめんま間違えた7かつ9か7全然違う私が説明したない9かつですねダブリダブリだからここだけかここだけになりますよねこれとこれのダブリだからだからこれが1か 1, 1ですねだからこの7かつ9は1と次7または97または9これは私は言いたかったやつで,すでこれが8ですね 7または9だからこことここはないだけなのでこれですねはい次えっ、ー、と何とかのバーと何とかは等しいとこれ実際やってみればいいんやけども反対反対の関係じゃあこれとこれの関係ですねこれのバーはこれですもんねだからあのー、これとこれが真反対の関係をただ選べばいいだけじゃあうとえに、えっと、うが4えが5 を選んでください。いいですね。はい、で、次。えっ、ー、と、四角四番。七。七かつおは、えっ、ー、と、ゼロです。ゼロってこれね。じゃあ、えっ、ー、と、七かつ。なんか七ってこれですよ。で、これと、これがゼロなればいいんだから。ここのところ。ここのところ。があるやつ。 じゃあ7と、まあ、結論から言うと7と4なんだけどこれとこれの W はここの部分だけですよねだから、えー、と7かつ47かつ4が、o、あ0か0になるよとゼロとこれねいいかなだからもう所詮10個しかないからもううまいことは当てはめてくださいもう10個しかないんで0または2は何とかの部分集合でじゃあ0または2だからこれにここの部分を足すだけですよねこの部分足すだけと。 0または2は、えー、と8の部分集合つまり8に含まれるよとそうですね0、えー、または2ってことはこの部分がここに来るだけやからこれっていうのはこれに含まれてますね結局8の部分集合ですか,かが8ですねでかき、えー、となんあ5または7は何とかまたは何とかの部分集合あ、まあ、くあの補集合と。 じゃあ5または7見てみると、5または7。これまたはこれっていうんだから、結局ここ埋まっちゃいますね。えーっと、そんだけか。だから、えっと、結局、ここになりますよね。5または7って言ったら。だからここ埋まっちゃうと。はい。じゃあ5または7は、えーっと、えーっとね、補集合があるから、4のバーか。4のバー。これのバーと、 えっとゼロを組み合わせればうまいことここが埋まりますよね。でここだけがえっ、ー、と空集合になっている。今だこ,こだけがね。だから向き向けるとえっ、ー、と五または七と。五または七はここが埋まってもうここだけが白い部分と。だこの白い部分を作るがためにえっ、ー、とゼロゼロまたは四の補集合。四の補集合ってさこの白いところだから。 これで0入れたらここ埋まっちゃうとこれで合ってますね5または7は0または4の補修と次えっ、ー、とイコール8かえー、とかっと括弧七7番ね括弧七7番えっ、ー、と8がこうなってると8がこうなってるとということはえっ、ー、と6のバー6のバーか6のバーってことはここ,この部分ですねで今日8を作らんとけんからもうここの部分はもう埋まってるのであとはここのとこ このとこが、えっ、ー、とね、二と四か、二と四、二と二ね、これね、二と四。を使えば、えー、二または四で、ここが埋まりますよね、二または四で、ここが埋まると。二または四と、六のバー。この白いとこか。そしたら、これがこう埋まるので、だから実際図に書いてみればいいですね。それが八番になるよと、八番に。 だからえー、とかっと7番は6のバーもう実際に書いてみましょうか7番7番いきますよ6のバーって言ったらえっ、ー、とここのところですね6のバーね6のバーと6のバーでえっ、ー、と稽古結論から言いますけれども2または42または4だからえっ、ー、と2がこうき こう来てますよね。2がこうきてると。2または4。2または4。4がこうですね。これってことはここが埋まると。ここが埋まると。じゃあ塗ったとこ。でそれが結局8になってますなってますね。ここ塗ってないから。ここ塗ってない。ここ塗ってない。じゃあそれ成り立ちましたね。じゃあもう一回言うとカッコ7番。6のバー。 えーとまたは桂子のところに2または4入れちゃえばいいとだから実際変えてみてくださいで実際桂かつ子は空集合になりますよね桂かつ子つまり、えー、と2かつ42と4はダブリダブリがないですねだから4はここに来るからここに来るのでダブリがないもう条件は合ってると次 y=x を軸としてとこれもいらないかに使って y イコール x を軸として y イコール x ってこれですよ。これね、y、あれちょっとおかしいか。y イコール x を軸として、なんとかを対称移動するとなんとかになると。で、差としは等しくないよと。えっ、ー、とね、これね、5と8なんですよ。5、8いきますよ。5と8は y イコール x で対称移動になってるかどうか。じゃあ、ちょっと5に書き、y イコール x 書きますよ。こうですね。例えば、 空襲が、だからここに、あの空いてるところで考えましょうか。ここは y=x コルに対して対象って言ったら、こっち来ますよね。こっちに来ると。で、ここの部分、だからここの部分が結局、ここに来るじゃないですか。し白いのはここの白いのが、ここに来ると。合ってますね。で、ここの白いのが、えっ、ー、と、こっち来ますよね。ここに、ここに、ここに。わかりますさ、これを、これを対象にこう移動するだけだから、 結局、ここの白い部分がここに来て、ここの白い部分がここに来ますよね。だから、こう見ればいいか。こう、こう見て考えればいい。これが左右対称だから、ここに白いのが来ると。で、同じように、ここの白いのは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、どこにここか。ここに来ますよね。ここに。そしたら、うまいこと、5と8の関係ですよね。5と8の関係。これとこれは、y イコール x に対して対称と。 そしたらこれでもう、カッコ1番全部埋まったと。めんどくさいっちゃめんどくさいけど、まあ実際書いてみれば、まあ満点は狙います。普通に計算するわけでも、あのちょっと計算もいるかもしれないけど、た大した計算でもないしですね。で、次、めんどくさいのはこっちでしたね。カッコ2。下の図の斜線をつけた0から9のうち、次の不等式また連立不等式の表す領域、えっ、ー、と、X の、えー、と絶対値、小なりイコール1。で、Y の、えー、絶対値、小なりイコール1。 これで,すね、で、x の絶対値足す y の絶対値が1以下と。で、x-y の絶対値が1より大きいと。はい、じゃあ行きましょう。これは計算、計算っていうか、式を変形しましょう。まず、え、これはね、覚えててもよかったと思うんやけど、これ覚えた、覚えてもいいと思う。えっ、ー、と、結論は3番なんですよ。結論は、こ、これなんですよ。なんだけど、ちょっとやりますよ。場合分けします。 がつまり今こうねこう書いてあるとえー、っとえー、っとあそうやなあごめんね <laughs> えーっと覚えててもよかったかあそうかおお覚えなくてもこれでいいんかごめんね <laughs> 覚,え覚えててもいいんやけどこれってのはこれですよねこれってのはこれだからもうそれでこっちが早いか なので x がス1から 1y がマイナス1から1だからもうこれしかないよあそれでいいかそれでいいねで2個目のこれも暗記しててもいいんですよこれも暗記しててもいいこれは結局1番なんだけどこれこれ何かっていうと絶対値の x と絶対値の y が 1, 1以下だから場合分けしましょうかつまり x0 以上 y が0以上の時で計算絶対値外すとで x が0以上 y が0未満の時これも絶対値外すと。 x が負 y が0以上の時これも絶対値外すとで4番目 x が負 y が負の時絶対値外したらこういう式が出てくるとこういう式がねじゃあそれ実際に書いてみたら1番になりますね1番に一番になると1番にねはいで最後の3番目は x 引く y が絶対値が1より大きいんだから結局外すとこうですね x 引く y が1より大きいもしくはマイナス1よりちっちゃいと だから、これかつこれになりまですね。これかつこれ。で、この1番は結局こうなると。で、この2番は、y を左辺に持ってくるとこうなると。そしたら結局は、y は x-1 よりもちっちゃい。こっちですね。y は x プラス1よりも大きいと。こうですね。でここは塗ってるやつを選びなさいと。じゃもう、これはもう6番ですね。これ、これ、これ、これ。これは回答と。いいかな。だから回答はこうなってます。回答はね。 だかかまあこれはまあこれ過去の問題ですけどまあまあ新しくこういう問題も出なくはないのでまあこれ一応対,対応はできるようにしておいてください。いいですかね。まあ実際これは上から順番に言っていうよりもわかる問題をやっていけばいいと思います。わかる問題をね、はい。いいかな。私の説明でよかったかな。はい。じゃあ以上です。